グローバルボーイズグループ上一、JO1 のヨナグスク進むが11日、都内で行われた、ジャパンバーチカルメガボルトコンテスト2023、パワードバイ TikTok にテレ授与式に出席。グループのオーディションに挑戦していた、デビュー前を振り返った。映像コンテスト、ジャパンバーチカルメガボルトコンテスト2023、パワードバイ TikTok 日テレ本コンテストは、開局70年を迎えた、日本テレビと、ショートムービープラットフォームである TikTok がタッグを組んで実施する映像コンテスト。実写、CG アニメーションなど自由な表現方法を用いた、縦型ミュージックビデオをテーマに、縦型ならではの様々なクリエイティビティ、そして新たな才能あるクリエイターを発掘することを目的としたプロジェクトとなっている。コンテストの課題曲は、上一によるカバー楽曲、ワオウォートナイト時には起こせよ、ムーブメント、上一バージョン。ヨナグスクは、上一選出によるアーティスト賞の発表を担当した。ヨナグスク進む。オーディション時の心境解雇ヨナグスクは、大ヒット曲の、ワオウォートナイト時には、起こせよムーブメントを、令和版として、そしてなおかつ、リスペクトを込めて、僕たち上一で、カバーさせていただいたんですけど、その曲が同じ夢を追う皆様のコンテストの、課題曲として選ばれたことが、本当に嬉しいこととしみじみ。続けて、この後、審査結果が発表されるんですけど、本当にこの場にお招きいただきまして、本当に嬉しく思っておりますと笑顔を見せた。その後、アーティスト賞を受賞した中尾さんの名前を読み上げると、壇上で中尾さんにトロフィーを手渡し、共に報道陣のカメラに笑顔を向けた。受賞理由を聞かれたヨナグスクは、僕たちも夢を持って、上一になっていたので、動画を見た時に、若者に向けての強いメッセージ性というものを、僕たちも感じたとコメント。オーディションを受けていた頃の、頑張るぞ。周りに、何を言われても受かってやるぞ。という気持ちを思い出せたので、すごく良い動画だなと思いましたと感想を伝えた。なお、授与式には審査員として、映画監督の上田慎一郎監督、ディレクターアートディレクターフォトグラファーの関和明氏、東北新社、エグゼクティブクリエイティブディレクターで、CM ディレクターの中島慎也氏も登壇した。